共通印象やる？え？いつ当たっていいの？やっぱフォーミュラ D に出るとこれぐらいじゃなきゃいけないですか？あ、ラブホーですね。ラブホー。走りたい。Welcome to Superstar Channel. Hello. Hello. 共通印象やる？え？いつ当たっていいの？いつ当たっていいよ。大丈夫？おいいね。いいね、ちょっとね、ちょっとバリのマークする。バリのダメだよ。トライアングル入っちゃう。そう。え？セクノボ？セクノボ？え？セクノボじゃない。なんでセクノボ履かないの？もらおう。あげない。もうね、今年は多分。どうせだって待って来れないでしょ、また。来れない。うん。また一人。あればね。フォーマルディ。あ、でもなんか参加費どうなったの？帰ってこないね、やっぱ。帰ってこないね。なんか鈴鹿の分は返してくれるようなこと言ってたけど。できたよ。もらった？なんか来年出る人は鈴鹿の分割引してくれるって。ああ、でもまだエントリー始まってないよ。うん。あのライセンスだけ。多分90万とかにして、じゃあ20万で下げしますねとか。これ聞いた話多分60万になる。あ、そうだ、66万じゃない？税込みで。いやだね。いいじゃん、金あるんだから。金ないよ。それは金ない。儲かってるね。儲かってしょうがない。ラッキー。あ、あれですね。何やってるか。今日は何やってるか。あ、映りに来たの。どこでもいる。どこでもいる。間違いない。今年も全部出て。予定つもり。つもり。まあ早く上をね、5台ぐらい抜けてもらって。いや、ほんとっすよね、2人抜けてくれたから。あ、でも森さんも抜けるって言ってたから。あ、そうですね、3人、4人ぐらいは、うん、でもまあ僕30位ぐらいだったら、まあ変わんないけど。私もです。大体一緒ぐらいだから、だから上20人ぐらい抜けてくれる。今年もずっと3つあるんですか？今年もそうっすね。なんかドリフトやってるうちはずっとそうなんじゃないですかね。あ、これフォーミュラ D4 ですか？やっぱりインパクトは違う。買ってください。え？いっぱい持ってるじゃないですか。これなんですか？レクサスの LS の460ですね。いいです。600仕様にします。おー、欲しかったんですよ。欲しかったんですよ。内装も全部取り替えてるし、トランクも600買った方がいいんじゃないですか。みんな500に乗るっていう。買ってください。ブレーキだけで130万ぐらい。このカバーですか？これ本物。本物？ブレーキ。すごいな。ヘッドボットの400。やっぱフォーミュラ D に出るとこれぐらいじゃなきゃいけないですか？あ、車肌買って部品バラバラにし。こんなブレーキつけたら逆に重すぎて。火事が効かんすよ。引きすぎてロック。でもめっちゃ止まる。タイヤ上げちゃう。めっちゃ止まる。めっちゃ止まる。本当にめっちゃ止まる。止まりすぎじゃないですか。リアも同じブレーキですよ。同じ。じゃあこれ視聴者プレゼントしようよ。あー、すごいですね。視聴者当たったらやばいですね。視聴者当たったらこれ中も全部張り替えて。おお。すげえ。すげえ、なんかあの某雑誌に乗りそうなあれじゃないですか。某雑誌乗りました。あ、乗りましたもん。すごい。金が余ってる。余ってない。え？余ってない。余ってる。余ってるって噂を。お金がないもんで。おお、なんだこれ、すごい。お金がありすぎて。羨ましい。あ、申し込みしたんですよね。つ。だけど返事待ち。みんな返事待ちだって言ってました。すごいな。あ、すごい。これ雑誌の車だ。これはな、これは何をイメージするんですか。これ光る。これ光るんですか？ラブホーですね。ラブホー。走るラブホー。ちょっと狭いなぁ。あれ、これ、前頭されたんですか？してない。あ、してないです。フェンダーは出した。おぉ。え、どれで売ってるんですか？4
まあ作ること考えればでもトランク荷物乗らないじゃないですか。トランク荷物乗せることあります？子供さんにいるんで どうしたんですか？すいません、止まっちゃいました。ああ、本当ですか。